あ、皆さんこんにちは、石平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は2021年11月20日ですけども、今日取り上げて解説するのは、まあ、この2つの、ね、大きな話です。まあ、1つが表面化した最高指導部の亀裂、党内反習近平派結集の、まあ、要素ということであって、2番目は首脳会談を成立させた米中取引、習近平の命の綱を握るアメリカということですけれども、じゃあまずこの最高指導部の、まあ、亀裂の話からしますと、前回のこの番組でももうお伝えしましたようにね、11月11日に中国共産党中央委員会の60全会が、まあ、閉幕して、まあ、いわゆる歴史決議というものを、まあ、採択した。で、今までの恒例に従えばですよ、大体共産党中央委員会の全体会議が閉幕した後で、共産党支配下の例えば全人代とか国務委員とか、あるいは政治局協商会議とか、そういう中央機関はね、まずは勉強会開くんですよ。勉強会開いて、この中央委員会の全体会議の精神、まあ、いわゆる趣旨というものを学ぶという勉強会必ずやるんですわね。まあ、今回もね、11日に六中全会が終わった後で、翌日の12日に、さっき申し上げました全人代、国務委員、まあ、政治局協商会議で、ね、それぞれ勉強会をまあ開いて、そこでまあ翌日のね、さらに翌日の11月13日の人民日報のまあ3面でね、それぞれの勉強会のニュースはね、まあ、記事が掲載されたんです。まあ、これはまあ全人代の、まあ、党組織のまあ会勉強会、これは国務院の国務院の、まあ勉強会であって、まあ、こちらの政治局協商委員会の会議のね、そういう党組織の、まあ、そういう勉強会、全部六中全会の、学習ね、まあ、ここ学習、まあ、学習というような、まあ会議が、まあ、勉強会が開かれたということですけども、いや実はね、この3つの、まあ、会議の、内容を発表した内容から見れば、やっぱり中共産党の最高指導部にね、習近平に対する姿勢に関してはね、大変な亀裂がもう表示できて、もう表面化したという話。それはどういうことかとなると、まあさっきの話、まあですけど、まあ11月13日にね、人民日報3面において、共産党六中全会閉幕後の関連ニュースが集中的に、まあ掲載された。全人代常務委員会、国務委員、政治協商会議の中の党の組織がそれぞれね、六中全会の精神、要するに趣旨を学ぶ、そういう勉強会が、を開催したんです。で、じゃあこの3つの機関のね、勉強会をの中身をね、一つ一つ見ていきますと、まず全人代、常務委員会の勉強会はね、この全人代の委員長である李自成書という人、まあ、彼はまだ共産党政治局の常務委員でもありましてね、彼が主催したんですわね。で、この勉強会のタイトル、名称はね、六中全会における習近平総書記重要講話と全会の精神が学ぶ、そういう勉強会というようなタイトルですけども、ということが、要するにこの勉強会はね、六中全会の精神よりもね、その前上にね、まず習近平さんの重要講話を上に持ってきて、重点はね、前回の精神よりも習近平の講話の学習にね、重点が置いているということです。ちなみにね、いや、これって、なんでこれ、まあさっきの戻るんですけどね、ここですわね、この全人代の勉強会の、まあ、タイトル、確かにね、習近平総書記の重要講話を学習、
学習した後で、まあ、前回の精神を学習ということですけどもね、まさにね、習近平の講話の学習にね、重点を置いたという話です。じゃあさらにね、この、中身を見ていきますと、勉強会はね、習近平講話をすごく高く評価するんですよ。習近平の講話のマルクス主義の真理の力がこもった重要なる文献だと絶賛する。いきなりね、習近平の一度の講話でマルクス主義の真理がこもったそういう講話とかね、もうそれ以上のもう絶賛もない。しかもこの勉強会の発表、さっき人民日報で発表した勉強会のそのね内容の中でですよ、習近平主席の名前ね9回も持ち出して、まあまあ完全にね最初から最後まで、まあ、習近平よいしょっていう勉強会になったんです。まあそれはまあ考えてみれば当然なことであって、というのは栗戦書という人こそはね、習近平のまあ一番の側近の側近盟友ですわね。この栗戦書という人はね、実は1980年代、彼が地方勤務時代ね、彼はある県のトップを務めて、隣の県は習近平が赴任してきて、その時から二人が、まあ、進行が始めたということ。さらに2021年にね、習近平政権がの誕生に伴って、習近平は栗戦書を地方から抜擢してきて、より中央弁護庁の主任に任命した。まあこの中央弁護庁っていうのは、まあ要するに、まあ日本で言えば内閣官房ということで、まあ要するに彼がこれでね、もう完全に習近平のまあ両母役、まあ一番の側近になったんです。さらに2027年には、彼はね、政治局常務委員にまあ昇進して、しかも全人代常務委員会の委員長までにね、昇進したんですわね。まあ言ってみれば最高指導部、要するに政治局常務委員会においては、この栗戦書こそが、まあ、習近平さんの、まあ、鉄の盟友ということ。だからこそこの全人代の勉強会ね、それこそね、起死鮮明にね、習近平擁護、まあ習近平に対する忠誠心を表して、しかも共産党党よりもやっぱりね、習近平を上に置くんですわね。だから党の会議の製品よりもね、まず習近平の講話を勉強するんです。まあそれはまず栗戦書主催の全人代の勉強会。じゃあ次は国民党組織の勉強会。まあ国民のトップは当然、李さんですわ、総理で、彼は国務院総理ですわ、今首相ですわね。だ当然李克強総理が、主催する。しかももう一人の、副総理、筆頭の副総理であって、李さんと同じく政治局常務委員の菅正という人も、まあ、出席したんです。でこの勉強会の名称はね、党の60全会精神を学ぶ会、勉強会ということ。というのは、要するに、さっきの栗戦書主催の勉強会と違って、ここはね、習近平の講話にではなくて、やっぱり、党の会議の精神の勉強にね、重点を置いて、まあ、そういう意味では、全人代の勉強会とね、もう、まず鮮明の、そういうね、鮮明の違いを打ち出したんですわね。さらにですよ、この李克強首相主催のこの国民の勉強会は、まあ一応ね、勉強会の発表ではこの習近平の講話にね、一応まあ礼儀的に言及したものの、しかし講話に対する賞賛がないんです。まあさっきも話したように、栗戦書ならばの勉強会ならば、習近平さんの講話のね、講話マルクス主義の真理とかね、そんなめちゃくちゃな褒め方してるんですけど、しかし李克強さんの勉強会が、そういう賞賛もなく、その一方において党の行った歴史決議に対しては、いやそれはマルクス主義の文献であると、まあ、高く評価する。しかも、この勉強会の発表においては、習近平主席の名前出たのは、まあ、4回だったんです。さっき栗戦書主催 の, 勉強会で発表でね、衆参の名前が9回も出たんでしょ。
やっぱり9回と4回は全然違うんですよ。それ中国の政治を見るにね、ここは非常に重要なポイント。あの名前で9回出すことと4回 しか出さないことは、それは運動さんが全然違うんです。そういう意味ではね、この李克強さん主催の国民の勉強会が意図的に習さん、習氏個人に対する賛美を避けて、まあ結局ね、あの習近平に対して非常に冷淡な態度ですわね。しかもあの習氏、習近平個人よりもね、やっぱり党を上にあの置くんです。だからあの党 の会議の精神を勉強することは一番の、まあこの勉強会の習氏に、まあ、なってるんですわね。まあ、この、 あの李克強主催関西さん参加の勉強会の中身ですけども、じゃあどうしてそういうことになってるかとなると、やっぱりあの李克強とあの関西があの立場があのさっき の、 あの李自成書とは立場が完全に違うんです。まあ、李克強という人は、まあ、共産主義青年団派の出身であって、まあ、要するに以前の総書記の胡錦涛の子分である。しかも長年ねずっと習近平主席 の、 あのライバルであって、まあ、ある意味では彼この李さんこそが指導部の中における反習近平派の、まあ、人、まあ、あのトップという話で、もう一人関西という人はね、実は彼は江沢民派ですよ。江沢民元総書記の子分であって、あのずっと上海で勤めてね、あの上海市の共産党委員会の書記まで、まあ、なった。それであの今回江沢民派が、要するに江沢民派の幹部として、あの今の最高指導部に、まあ、あの送り込んだ人物です。まあ、要するに上海閥のね次世代にいた。いやですから李克強も、まあ、あの関西もね、 ある意味ではもうあの習近平と対立する派閥 の、 あの人間であって、いやそういう意味はね、この李克強首相と関西が副首相を務めるこの国民ね、ある意味ではね、もうあのもう反習近平派の、まあ、牙城になっているというような、まあ、様子ですわね。でこれ李克強、首相主催の、まあ、国民勉強会の、まあ、中身だったんですけども、もう一つの勉強会、政治協商会議の勉強会、まあ、この政治協商会議の主席はこの王陽さんという人であって、まあ、彼も、李さんとか関西さんと同じようにね、やっぱり政治局常務委員会の、まあ、メンバーです。であのこの王陽主催の勉強会ね、やっぱりね、あの李自成書の勉強会と違って、習近平講話勉強するとかじゃなくて、党の60前回の精神を勉強するという勉強会、になっています。あのもう一回、さっき の、 あのものを見てみますと、これはね、あの応用主催のね勉強会が、やっぱりあの党のね60前回の精神を学ぶ勉強会、習近平の名前が出てないんですわね。あのでしかもこの勉強会の中身はね、発表した中身を見れば、もう私自身 もびっくりしたんです。それはどういうことかとなりますと、さっきあの李克強さん主催の勉強会ね、まあ一応ね勉強会の発表ではね、あの習近平の講話には一応まあ触れたんですよ。まあ礼儀的にね、一応江沢民総書記がそういう重要講話を行ったよというねこと、そういう言及もあったんですけども、しかしですよ、あのこの王陽主催の勉強会ね、もう習近平の講話ね、もう完全に無視です。無視したんです。あのこの勉強会の発表においては、習近平の講話に関する言及が一切なし。もう最初から最後まで、もう前回、要するに60前回討論会議の精神を勉強する勉強会にあのなってるんですわの、もう鉄と鉄尾なあの習近平無視という話で、まあもちろんね、あの討論弁、まあ共産党支配下の、まあ、政治局協商会議の勉強会ですからね、全く習近平の名前を出さないと、それやっぱり都合が悪いということで、一応習近平の名前を出したんですけど、しかしね、理解だけですよ。要するに最低限です。今の話をまとめてみますと、李自成書主催の勉強会の発表では、習近平の名前は9回出たんでしょ。
で李克強主催の勉強会で4回出たんです。今度はね、王陽主催の勉強会ね、もう2回ですよ。もう要するにまあアリバイ作り的にね、まあ申し訳程度にね、2回ぐらいまあ出したんです。要するに、ね、教訓力ですよ。あのこの勉強会はね、あの習近平に対して非常に冷たい冷戦、まあ要するに習近平が嫌い、習近平が嫌う、あるいは反習近平の態度をね、あのもう明確にあらわに、まあ、出したという話。まあ実はこの王陽もやっぱりね、あの共産主義青年団派の出身であって、しかも共産党指導部の中で李首相と並んでやっぱりある開明派ですわな。まあアメリカに対しては、まあやっぱりアメリカと友好あの関係を作ることを大事にすること、国内でむしろ改革を進む、習近平路線とは全然違う。でそういう意味ではね、この、11月12日ね開かれたこの水野勉強会、李自成省主催の、全人代の勉強会と、李克強主催 の、まあ、あの国務院の勉強会と王陽主催のね、あの政治協調会議の勉強会、本来ならば同じことを勉強する会、勉強会であったのにもかかわらずね、そこであらわに明るみになったのは、要するにそれぞれの習近平に対する態度、姿勢の鮮明の差ですよ。李自成省はもう完全に習近平擁護、習近平崇拝ですわな。しかし李克強が非常に習近平に対して冷淡であって距離を置く、あの習近平よりも党の方を上に置くんです。そら、しかもそれでね、王陽氏に至りますとですよ、もう完全にね、もう明確に習近平無視の態度をまあ貫くんですわな。もう習近平はもうどうでもいいよということ、ということはね、これでね、この11月13日の、まあ、人民日報の紙面においてですよ、あの最高指導部における、まあ、最高指導部とは要するに政治局常務委員会ですよね。あの李自成省も官製も李克強も王陽もね、みんなこの、ね、政治局常務委員会の7人の中の、メンバーですわね。それでこの最高指導部の中のそういう習近平にと対するかに関してはもう亀裂はもう鮮明になったんです。あの李自成省が習近平擁護派であれば、あの李克強が習近平の距離を置く派、あるいは王陽に至ってはね、もうほぼ完全に反習近平派になってるということ。じゃあしかもそれがもう一つ重大な意味がここにあったのは、まあ要するにね、李克強と王陽が、まあ、さっき話したように共産主義青年団派って、まあ、ということで、あの関西はね、まあ、もともと江沢民派ですわね。で、あの今、この11月13日の人民日報のこの対立のね、亀裂の構図からすれば、まあ要するにですよ、党内においてですよ、あのむしろ王陽という人を急先鋒にして、あの後ろにね李克強が控えて、まあ、いわゆる、まあ、江沢民派と共産主義青年団派が、ね、団結したそういう一種の反習近平派がもう結集したというね様相が、まあ、あの11月13日の人民日報の3面の第3面のね、あの一連の記事からね、あの、まあ、はっきりとね、あの見えてきたというのは、まあ、今日まずお話しする、一番重要な話でございまして、まあ2番目の話は、まあ、あの米中首脳会談の、話だったんですけども、まあご存知のように、あの米中首脳会談、あのオンラインでの会談においてですよ、習近平さんが結構バイデン大統領に対して非常に有効な態度をね、あの表したんでしょう。まあ、あの冒頭であの手を振って、あの古い友人に会えて嬉しいですよとか言うでしょ。しかし考えてみれば、あのバイデン大統領ね、この会談の直前にですよ、中国通信基地の排除の法案にね署名したんですよ。まさに反中国の行動を取ったばかりですよ。それでも習近平がバイデンに対してね、そんな有効な態度を取ったのは、その理由は何かがとなりますと、や実はこの首脳会談までに米中の間である重大な、
まあことに関して取引が行われて、もう取引はもう成立したということです。それはどういうことなのかとなると、話はね、今年のまあ4月に遡るんですけど、今年は4月14日にね、アメリカのまあ経理気候問題担当大統領特使は、中国を訪問して、中国に対して気候変動問題でね、協力を求めたんです。まあご存知のように、この気候変動問題に対する対策はね、ある意味ではまあバイデン政権のまあ旗、まあ一枚看板でしょ。もう非常に重要な政策理念であって、そのためにバイデンがこのケイリーというね、大物政治家をね、大統領特使に任命したんです。しかし考えてみれば、中国こそですよ、 CO2 の、まあ、排出でね、まあ、世界の一番の排出大国ですから、ですから中国の協力なしではね、アメリカいくら頑張ってもこの気候変更問題の対策が成功しない。だからケイリーが中国を訪問して、まあ、協力を求めた。しかしその時にね、ほとんど成果ない、何の成果もね、持ち帰ることなかった。中国は一応ね、まあ協力するよするよ、まあ一応会談に応じたんですけど、しかし何の具体的な約束もしなかった。まあそれで4月、そうなると7月26日にね、今度ね、アメリカのシャーマンという国務副長官、まあ女性の方ですの、中国訪問しに行ったんです。でそこでね、王毅外相が、彼女と会談して、その会談においてアメリカに対して3つの要求を突きつけたんです。そこは非常に重要なポイントです。じゃあこの3つの要求とは何かというと、これですよ。一つが、アメリカは中国の社会主義制度に対してその転覆を企ててはならない。まあ社会主義制度、要するに共産党の指導体制でしょ。要するにアメリカに対して出した要求が、そのレッドラインか、要するに我々の体制の転覆をやってはいけないよっていう、まずこれ一つ。二番目は、アメリカが中国の発展をの妨害を、やらない。まあ要するに具体的に言えば、要するに、アメリカの中国に対する技術とか貿易の制裁を、ね、解除してくれることを、まあ、それ要求したんです。3番目は、アメリカは中国の国家主権を侵害してはならない。中国の領土的一体性を損なってはいけない。まあ要するに領土、台湾問題ですわな。中国はずっと台湾が自分たちの領土だと主張する。アメリカが、バイデン政権で台湾問題に首を突っ込むなというような、まあ、この3つの要求。しかしこの3つの要求をまあね、ここで、まあ、羅列すると、非常に重要なポイントがここにあるんです。ということが、要するにこの3つの要求の筆頭に中国が持ってくるのは、ね、台湾問題でもなければ、中国の、まあ、発展とか音楽とかそういう問題でもなく、共産党の体制の話に一番の要求に持ってくるんですわね。要するに彼たちがむしろ逆にね、台湾問題よりも何よりもですよ、一番の関心事は結局、要するに共産党一党独裁体制の保全と維持ですわね。でそこを 3つの要求の筆頭に持ってきたということが、要するにアメリカに対して、じゃあもしね、中国にそういう気候変動問題で協力してほしいならば、じゃあ我々の体制の転覆をもう諦めようよ、もうやってはいけないよというような、まあそういう話になったんです。まあ実際ね、アメリカね、中国共産党の体制の転覆ね、考えるかどうか、まあそういう計画があるかどうか、私にはよくわからないんですけど、しかし習近平たちが一番心配しているのはこれです。でアメリカに対してそういう要求を出した。気候問題でね、協力してほしいならば、我々の体制の転覆はね、もう諦めよというような、まあ、条件を出したというのは、7月の、まあ、王毅の、3つの要求の、まあ、ポイントがここですわね。で、それは7月の話。8月にはね、
あのケイリー大統領特使はもう一度中国訪問したんです。4月の訪問は何の成果もないなかったから、だから8月でもう一度来たんです。それ中国に対してまた気候変動問題にね、米中の協力、アメリカの協力、中国の協力を求めたんです。しかしやっぱりね、中国との間で何の合意に達することもできなかった、できなかったんです。というのは王毅はもうすでに条件を出したんでしょ、密の条件を出した、特に体制の転覆をしない、アメリカでこの密の要求に対して何の変動もないのにな、中国からすれば気候変動問題で協力するはずがないやろというような話で、さらにね、中国にとって意外だったのは、密の要求を出したにもかかわらずね、10月の21日にね、バイデン大統領が国内でね、市民とのグループとの対話において、いや我々には台湾防備の義務あるよっていうふうにね、言及するんです。まあ中国側は当然猛反発する。環球時報がそんなバイデン政権は最低の政権だとね、罵倒するんですわね。まあ要するにこれで、アメリカはね、中国が出した3つの要求の一つ、中国の領土の保全を損なうことをしない、もう完全にこの要求の一つは無視したというような話。そうなると気候変動問題の協力に関しては中国はね、消極的に対応するというよりももう拒否するんです。というのは11月の、1日、今月の話ね、気候変動対策協議のためのいわゆる COP26、 この国際会議がイギリスで開催したんでしょ。イギリス首相もバイデン大統領も出席したんですけど、習近平はやっぱり出席しなかったんです。アメリカに対する協力はね、やっぱり拒否する。アメリカが自分たちの出した要求を無視するならば、アメリカのそういうね、協力のそういう要請も無視するということで、そこでね、バイデン大統領がもう一人出席しなかったのはロシアのプーチンですからね。だからバイデン大統領が習近平とプーチン2人をね、批判して失望したというふうに表現した。これでね、両国の要するに王毅が出したこの取引でもう成立しないのではないかという話、ところまでなったんですけども、しかし11月7日ね、この話ね、大きな転機を迎えたんです。それは、どういうことなのかとなると、11月7日にバイデン政権中枢の高官が中国の問題に関してね、重大な発言を行ったんです。それはどういうことなのかとなると、サリバンね、安全保障関係の、そういう担当の、大統領補佐官は CNN テレビのインタビューにおいて、どういう話したかというと、アメリカによる政策で中国に根本的変革をもたらそうという過去の政権の姿勢がそれは誤りであった。で、そうし語った上で、サリバンは、いや、バイデン政権の政策目標は中国に根本的変革をもたらすことではないと明言したんです。じゃあ中国に根本的変化もたらすことないということが明らかに、要するに中国の社会主義制度、共産党移動独裁制度を変えるつもりがないというふうに明言した。それはね、明らかに要するに王毅の密の要求の一番目の要求に対するアメリカ側の回答ですよ。要するに、王毅の要求に応じてアメリカはね、中国の根本的変化をもたらすことはしないということは、要するに中国の体制の転覆はね、図ることはもうしないというふうにね、もう明言したんですわね。それはね、事実上ね、要するに中国共産党の移動独裁体制の存続をアメリカバイデン政権は容認した。もうしょうがないからね、潰せるわけがない、潰すことができないから、じゃあもう容認した。そういう王毅の一番目のそういうね、密の要求の最重要の項目に対する明確な回答になった。
でアメリカがやっとね奥義の要求にね答えを出した。そうなると事態が急展開するんですよ。11月10日サリバンの補佐官の重大発言の3日後